育成牧場、2010年地図、大野山乳牛育成牧場は、神奈川県足柄上郡三北町の大野山に、所在した、神奈川県営の牧場である。大野山の山頂付近に1968年に開業し、神奈川県営の予託施設として、県内の落農家から、父牛のメス公牛を預かって育成する事業を行っていた。 牛舎と25,553平方メートルの放牧場のほか、2007年には畜産、落農に関する展示を行う牧和館がオープンした。例年4月の大野山開きや10月の大野山フェスティバルなどのイベントも開催していた。県の財政対策のため2012年より廃止の検討に入り、2016年3月31日をもって、 県営の牧場としては廃止となった。牧場館と牛舎については、小田原市の食肉会社に管理が移行された。大野山門屋ファームの牧場名で、約120頭の足柄牛の飼育が行われ、ここから出荷された牛肉は2018年に、関東肉牛枝肉共進会で最優秀賞を獲得している。 牧場跡地のうち8.8ヘクタールは、産地落農を目指す女性に対応され、2018年6月に、ル・の牧場が開設された。牧場主の女性は、相模原市出身で、東京農業大学卒業後岩手県岩泉町の中洞牧場に就職。三北町の住民が、県営牧場の跡地利用について、中道牧場に相談に訪れたことをきっかけに、 三北に移住した。開業時は5頭の父牛が飼育され、飲食店向けにソフトクリームやジェラートの材料用の牛乳が販売されている。観光牧場としての運営は行わず、見学は完全予約制で受け付けている。ありがとうございます。